ようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト、今週は安養寺住職松島聖郎さんです。トークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本松慶の北条庵よりお送りします。おはようございます、はい。今日も松島聖郎さんとおしゃべりをしていきます。お願いします。はい、なんかね懐かしいですね、このお互いの話を、まあ、振り返りながらどんな人生だったみたいなことは、まあ、これまでも何度もあったし、特に、まあ、最初に会った時はあれ新橋の焼き鳥屋で飲みましたそうそうそう、ね、松本さんがインドから帰ってきて、そう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 、うんね、あれもね結構いや僕は嬉しくて、まあ、その時、まあ、お坊さんの修行を僕も終えていて、けどやっぱり不安で、うん、不安だし、まあ、せっかく坊さんになったんだから、なんかしたいなってすごい焦ってた時期だったかも、うん、はいはい、うん、でしかも、35歳でお坊さんになったから、ちょっと周りの若いお坊さんたちより遅れてるなんて焦りもあったから、うん、あそうね、焦りから、うん、焦ってた、うんうん、早く手柄を、そう成果が欲しい坊さんでこんなことはやってるでっていうのを言いたい時期やね、はい、そうね、そうそうそう、うん、はい、まあそれはみんなそうだと思いますけど、うんうん、確かに、まあ10年間ぐらいですかね、うん、社会人生活を経てからのっていうことなんで、うんうん、じゃあそこで、うん、他のお坊さんとちょっと違うでというユニークさとしては、その社会人経験っていうところが、ね、まあそうね、確かに一つあったんで、うん、まあちょっと追い目でもあったけどね、そんだけ、仏教のことを勉強してない、できてない、うんうん、そうですね、そうそうそう、うん、うん、そうか、うん、だからなんていうかな、そう、実はすごい、その当時は自分はすごい焦っててめちゃくちゃ勉強してたのよ、うんうん、もう本も仏教書も片っ端から読んでいって、うん、追いつこうと、うん、もう本当に本屋にあるその仏教書の棚の本を全部買うぐらいに気づいてとにかくその10年間ビハインドが、まあ、10年どころかね、もうその小学校のいろんな、ね、事件以来ちゃんと、ね、うん、向き合ってなかったから、うんうん、その分を取り戻そうとすると、ね、人の何十倍何百倍勉強しないといけないな、そうですね、浄土宗の高校、うん、大学とか、うん、そういうのも、うん、入れちゃうとかなりな長さになりますからね、うんうん、なんか焦ってたね、うん、そういう意味でも、うんうん、そうですよね、いやそれもそうだよな、東京で、うん、まあ、ビジネスマンとして結構バリバリやってたじゃないですか、うんうんうん、まあ、もちろんその自分なりのこう壁とか、うん、そういうのも感じたとはいえ、うん、でも多分少なくとも旗から見ると、うん、いや結構ね、やれてるビジネスマンだよねっていう感じで多分いたんだと思うし、うんうん、そこからあえてそれを、うん、まあ、捨てて来たからには、うんうん、やっぱりそれなりのものにはなってやるぞみたいな、うん、まあね、そういう意味でも、うん、余計に焦りますよね、うんうん、そうね、まあ、うん、焦ったという言い方をしたけど、実際本当に求めてたというかね、うん、自分で決めた道だし、はい、はい、坊さんになろうと思ったんで、坊さんになるためにいろんなこと
をできる限りやり尽くそうと思って、うんうん、僕は僕で、うん、あの大学卒業して、うん、いきなりお坊さんになっちゃったんで、うん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 、社会人経験ないぞっていう、うんうん、いやお坊さんだって社会人なんだけど、うんうん、なぜかなんか分かんないけどそう社会人経験がないんですとかって、うん、いやいや社会人でしょって思うんだけどでもお坊さんも ね本当はねだけどまあそういう感じもあって、うんうんうん、だからまあそれを取り戻そうと思って、うんうん、MBA に行ったな、ね、なるほどなるほど部分もあるんで、うんうんまあ、そこから帰ってきて松島さんと会って、うんうんうん、まあ焦る2人が出会うみたいな、うんうんうん、そうやね、うんで松本さんその時にあの一冊本書かれて、ね、書いてましたね、お坊さん革命だったかな お坊さん革命かな、はい、でそうそう多分、うん松本さんにメッセージするきっかけにもなったフレーズがあってその住職のための学校を作りたいみたいな話をしててそうそうそう、はい、でもうあのまさに自分にも必要だと思ったしあのなんていうかなそういうふうにそのレベルでお寺のことだったり仏教のことを考えている人がいることが本当に嬉しくてもうとにかくあの会いましょう、ね、っていう話をしたらあのまだインドにいるんですみたいな話だったね。だからいつ帰ってくるんですか、うんうん、そうでしたそうでした、うんうん、そうそうであの光明寺で待ち合わせして、うん新橋まで歩いていったかなんかあそうですね、はいうんうん、新橋が、ねうん、庭だったんで、うん、めっちゃ飲んでた時やそうです、ね、僕は一切今も飲んでないけど、はいはいまあ、そうですねそうそうああそうや、ねうんうん、住職でもないのに、うん、住職の学校を作りたいとかいう、うんうんまあ、意識高いっちゃそうだけど、うんうん別に誰もそんなの頼んでもないじゃんっていう話でもあるんですけど、うん、まあでもそういう問題意識をいつもなんかね、うん、持ってましたね、うんまあ、今も変わんないですけど、うんうん、あのいや頼んでない、かもしれ松本さんに直接頼んでないかもしれないけど結構やっぱりそういう要請というかね、うん住職待ちしてる副住職的な若い お坊さんたちはやっぱりそういうことが出てくるっていうのは期待してたような気はするね頼んでないけど、うんうんまあ、待ち望んでたというかそうですね、うんうん、いやそれもそうでした、うん、そうでした、うん、だから、うん未来の住職塾を、うん、そうまああんまり知られてないストーリー、うん、であの最初すぎて知られてないけど、うんうん、僕と松島さんで、うんうんうんもうね始めたようなもので、うんうんうん、この安養寺さんが最初の申し込み先になってましたからね安養寺のファックスが住職塾一期生の申し込みでパンクするみたいな、ね、そうそうそう、うんうん、いやあの時は恐る恐る、まあ、どんだけの人がね来てくれるのか、ね、あれは日々楽しかったねちょうど、うん、多分2月ぐらいから2月3日だってバッタバタでやろうって決めましたからね。そうやね、うん、だって松本さんが帰ってきてそれ、うん、あの夏でしょ2011年夏で、うん、年明けて2012年の、4月から確か開校したよ ね、うん、そうそうそうあそうそういやだからあの、まあ、なんとなくあもうあのやっちゃえっていうことになってそうそうそう、でも年明けでしたよ決めたのそうや、ねうん、そうそう年明けだったからさ、うん、あの場所探しどうしようみたいな話もして、うん、いろいろ会議室見に行ったじゃない。ああ行きましたね。で、うん、あのこういうことをするんで使いたいんですけどって言ったら、いやちょっと宗教はって断られたりしてありましたね、いやあそんな感じなんだと思って、うん、それもすごいあのなんていうかな力不足感じたけど、あそういうふうに今見られてるんだっていうのが逆に僕はスイッチ入ったけどね。はいはいはい。うんうん、そうね。うん、バタバタでバタバタで、まあ、あの結局、場所どうすんねんみたいなこともあって、うんね、金沢も確か最初からスタートしたよね。そうそう、うん、いろいろ調整してね、うんうん、いろんな人にも相談してお願いして、ねそうねうん、最初はもう、東京と、関西は京都か京都は、うん絶対にやろうと、うんうん、そうそう何人でやろうとやろうとやろうと、うん、そうやね、うん、そう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 
うん、まあ打ち死に覚悟でというか、うんうんうん、もうこの1年はやると決めたからやってみようで、うんうん、で蓋を開けてみたら、うん、まあ結構ファックスもまあでもみんなまた申し込んでくるのがね、うん、もう当日とかギリギリなんですよね。いやいやもう何人か締め切り過ぎてんのに来て、うん、あ来ましたね、うん、めっちゃ相談の電話かかってきたもんであのこれこれこういう人から来てるんですけど松本さん知り合いですかとか確認して、うんうんうん、そうそうそうですね、うん、ほんと手探りでまあ蓋を開けてみれば、まあ、結局さっき言ってた話で待ってましたっていう、うんうんうん、ねところでしたよね、うんうん、だから松島さんは本当戦友感がすごいありますね。あのそう僕はあの今までもそうだけどああいうこう0から1を作っていくプロセスがもうめちゃめちゃ好きで、うんうん、でそしかもそれを松本さんとやってるっていうので、うん、かなり寝られない日が続いて、うんね、アドレナリンが出ましたね出すぎて危なかった、うんだから、まあ、あの今でも覚えてるけど、うん一番最初の講義が、確か文房会館で京都が一番最初だったんじゃないかな、はい、そうかも、うん、でそこであの教室こう机並べたり準備してたら一番最初にね小原さんかな、はい、小原さんが、うん何人かこう入ってくる瞬間の絵があってうん、あそこでああやっと始まったと思った、はいうんはいはい、ここでいいんですか、うん、みたいなんでお坊さんが入ってきて、はいお名前はとか言って受付して、うん、僕は、はい、あの今ね振り返るとあもうここで自分の役割終わったなと思ったのもうあと講義始まるから、はいはい、あもう松本さんに全部委ねて、うんうん、そうで、確か講義始まって僕もねあの出て行ってあの京都駅周辺ふらふら歩いてたと思う。あ、そうなんですね。ちょっとクールダウンしないと、うん、また一人になりたくなっちゃった。そうね、いやその時は一人になりたいというよりは、うん、あのちょっとあまりにも感動 しすぎて、うん、あのいろいろやってきたことでようやく始まると思って、うん、でも松本さんとこの分かち合いたいけど松本さんは講義始まるしさ、うんね、あの、うん、ちょっとあの歩こうと思って、うんうんうん、そうそうあの京都タワーのあたりふらふらしてたな。いやー、うん、そう生まれた瞬間っていう。そうそうそう。うん、でまあしばらくあの広島とかね、はい、行ったり、はい、一緒に最初のスタートアップ行きましたね、うん。して。車で行きましたよね。車で行った。うん、車で行ったね。うん、すっごい疲れたの。車で日帰りじゃなかったですね。日帰りしたね。ね。そうそうそう。うん、いやあの帰りは京都に行く千水さんに運転してもらった。あ、覚えてる？うん、そうだった。そうだった。そうだった。そうそうそう。あったあった。すごい。いや、うん、でもその01といえば、うん、ね松島さんは今度はお寺おやつクラブを、ね、そうですね、うん、やったわけで、うんうんまあ、お寺おやつクラブの話も聞きたいんだけど、うん、すると多分あっという間に1週間どころか多分来週までかかるかなっていう感じも、うん、ありつつもでも、まあ、案外最近、うんなんかほらみんな若い衆じゃないけど、うんね、世代交代っていうか、うん、お寺おやつクラブについて話すプレゼンとかも、うん、松島さん以外のねあの人が出てったりもしてるところが多いんで、ね、あんまりでしょ、うん、僕、うんうん、話さない機会多い、ね、あ印象ある、うん、なんとなくそんな感じをしてますけどいいす、ね、狙い通りです、うんうん、だけど、まあ、せっかくなんで、うん、創業者の声をはい、ちょっとだけ聞くと、はい、お寺おやつクラブとは、うん、今なんて説明するんですか何ですかって聞かれたら何ですか、うん、まああの普通に全国のお寺のお供えをお下がりとして生活困窮する人たちにお裾分けする活動ですと貧困問題解決のための NPO 法人の活動ですっていうふうに、うん、してます、ね、そうですよね、うん、今はもう NPO として、うんうん、活動してるからそれも言えるようにねなりましたしね、うん、そうそうそう、うんそうねうんうん、いやなんかね住職塾が終わって、うん、まあちょっとその自分も住職になる、はいスケジュールもあったんでまあ、お寺のことをこれから、うん、しっかりやっていくんだろうな、うんうん、と思ってたのね、うん、でまあ実際お寺のことを、しっかりやり始めてみるとめちゃくちゃお供え物がね
たくさん、うん、こういただいて食べきれないし、うん、どうしようかなっていうのは結構日常の住職としての課題の一つだなと思ってたのね、うんうん、そこもね、うん、無駄にしちゃうとチクチク痛みますもんね。そうそう、だから無駄にしないように無理やり食べたり、うん、持って帰ってもらったり、まあ果物なんかはこうクックパッドでさレシピ調べて、うん、あのジャム作ったり、うん、頑張ってたんだけど、うん、まあけどなんかちょっとその時間も大変だな、うん、どうしようかなっていうのは常に思ってたのね。でそうしてる時に、大阪でそのお母さんと息子さんが、餓死したっていう事件が、ね、報道されて、うんうん、あのお寺にはねこんなにお菓子食べるものたくさんあるのに、その社会にはこの日本でフードロスとか飽食の時代って言われてこの日本で餓死事件が起こるっていう、そのなんていうかなギャップが、うん、な何かできないかなと思って、うん、でもうね、あんまり何も考えずにそのお供え物を持ってそういう一人親家庭支援している団体さんに相談に行ったっていうのが一番最初ですね、うんうん、そうですよね、うん、そこから本当にいい活動が広まって、うん、何年目になりました、うん、もう2013年の、5月にその事件を知って、うん、8月ぐらいから大阪の団体さんと一緒に活動を始めて、そうか、うん、でその、その時にね、まあ、僕も、まあ、住職としてこの社会問題に関心があって自分ができることを、うん、あのできてるな、まあちょっとなんていうのいいことしてるなぐらいに思ってたのよ。けどまあ、そんな感じでいた自分に、その一緒に活動した団体の代表の方がね、あの全然足らないんですっていうふうに言われて、うん、このあなたが持ってきてるだけでは全然足らなくて、うんうん、それが今の悩みですねっていうふうにおっしゃって、うん、それですごい、はい、焼け石に水とまでは言わないけど、そうそう、まあ、そういう感覚です、ね、そう、もっと必要なんですって言われて、すごい自分としてはもう十分自分ができるいいことしてるから、はい、ちょっと気持ちよくなってたぐらいだったんだけど、うんうん、そこでハッとしてね、うわ恥ずかしいと思って、うん、けど自分ではもうねできないなと思っていろんなお寺さんに声をかけ始めたら、やっぱり皆さん共通に悩まれてたというかね、うん、食べきれないお供えがあって、なんぼでも持って行ってほしいっていうふうに言ってくれたんで、これは広げられるわっていうふうに思い、うんで、まあ、当時そのインターネット彼岸寺とかフェイスブックとかいろんなところで、まあ、こういう活動始めますっていうことで発信しだしたのが2014年かな。なので6年経ちましたかね、今7年目かな、うんうん、いや大きな、うん、そのね6年7年の歩みですね、うんうん、結構ねいろんな節目があったと思うんですけど、うん、あれ去年でしたっけ、うん、アリババに呼ばれて、あ去年一昨年かな、あそこ去年コロナでしたからね、もう一昨年かな、うん、そっか、うん、早いな、うんうん、あれはけどね、グッドデザイン大賞受賞したっていうのが、うん、あまあそうですね、それが景気ね、うんうん、また見える景色が変わったというか、うん、見てくれる人が変わった感じがあったね、うん、そうかそうか、 それもありましたね。この前ちょっと福井さんと喋ってて、うんうん、そのアリババの時のね、うんうん、話になって、うんうん、そのものすごい、まあ、会社の規模もでかいんで、うん、すごい数の人の前で喋ったわけでしょ、うんうん、何千人っていう、うん、4000人5000人とか、うん、会場がすごかった、うん、日本だと絶対ないような建物、うんうん、でそこで、うん、その、まあ、バリバリの IT 企業じゃないですか、うんうんね、うん、でそこで働いている人たちの前で、うん、その仏教の、うん、なんだろう慈悲とか、うんうんうん、その利他とか、うんうん、そういうことを、うん、まあ、なんとなく呼ばれて話したっていうよりは、うん、多分すごく向こうとしても、うん、そういうことがこれからの時代にすごく大事になるんだっていう確信を持って、うんうん、でそういう話をしてくださいって呼ばれたっていうことだと思うんですよね、うんうんうん、だそれがすごいなと思って、うんうんうん、どうでした、ね、皆さんの反応は。
皆さんの反応はね、うん、いやすごい良かったです、うん、良かったし、逆にちょっと怖くなったというか心配になったのが、うん、そのやっぱり20代30代の、まあ デザインを仕事にしてる、うんうん、そのアリババグループの社内で、はい、子たちでもやっぱりすごいバイタリティだしみんな賢い、ね、うん、で英語も喋れるし、まあ、僕と話するってこと日本語も堪能だし、はい、要するにもう3カ国語普通に喋れる子たちが日本語で喋れるんだ、そう通訳さんもいるし、うん、はいはい、あのなんていうかな、そういうトリリンガルの子たちが、うんうんうん、4,5 千人いるわけ、はい、目の前に。だからなんていうかな、これは日本やべえなと思ったし、うん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 、あの、うん、ちょっとまあ自分が見てるあの日常ではない景色に驚いて、自分がそこに呼ばれるということもそうなんだけど、うん、そこにいる彼らの凄さに逆に驚いた、ね、そうですよね、うん、いやそうだよな、うん、ダボスとか行っても、うんうん、まあ、どうどうそれ聞きたい、ダボスに行くってすごいよね、うん、いやそのねコミュニティでその、うん、ヤンググローバルリーダーズとか、うんうん、中国人の人も多いんですけど、うんうん、いや本当に優秀ですよね、うんうん すごいなって思う、うん、なんかねそのなんだろう、日本でまあ日本でっていうのも別に一律にはね、一概には言えないけど、うん、まあその中国人云々みたいな、うん、まあいろいろなイメージとかもあったりするとは思うんですけど、うん、でも自分にとってリアルに出会った中国の人たちってすっごい優秀で教養があって、うん、なんだろう、思いやりとかももちろんあるし、そうなのよ、うん、うん、志が高くって、うんうん、そう松島さんが言ったように、うん、いやこれはやばいなっていうか、うんうん、いやなんていうか尊敬する人にたくさん出会うんで、うんうんうん、いやこういうリーダーそんなに日本にいるかなって、うん、そう思う機会の方が多いですね、うんうん、多いよね、うんうん、だからその今日本の若い子らね、あの英語が喋れるようにとか IT、ね、もっともっと学んでみたいなことを頑張ってるけど、うん、日本語を喋れる、中国の、うん、コラの方が圧倒的に優秀で、うん、その日本人が英語と、IT ができるっていうことで、その日本人を探すってことをしなくとも、そういう日本に生まれていない子たちの中から日本語を喋れる子たちを探した方がなんかそのすごいパワーを持った子たちがたくさんいるんだなっていうことに気づいて、うん、まあ焦りとともに、まあ、あのすごい嬉しかったしね、そうですね、やっぱり自分もその、目線でいろんなことを考えれば、うん、できることはもっともっとたくさんあるなと思えたっていうのが大きいかな。そうですね、うん、まあ、今はちょっとまだできてないんですけど、日本国内の貧困問題解決しようって言ってるけど、うん、あのそういう目線で考えたら、まあ、あんまり僕たちは積極的にその SDGs とかっていうことは言わないけど、うんうん、やっぱり地球規模でこの活動を広げていくと、うんうん、いうことはできる可能性あるなっていうのはすごい思いましたね、うんうん、そうですね、うん、だってね、これからの世界を作っていく同志であり、うんうんうん、まあ、特に次世代の人たちとしては、うん、まあ、頼もしさもね、うん、ありますよね、うんうん、であの彼女たちがあのすごい日本のことを心配してくれてて、うん、日本ってそんなにやばい国なんですか、餓死起こるんですか、うんうんうん、で驚いてて、うんうん、僕たち何ができますかってすごいね、もうあのどんどん手上げてくる、うん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 、でまあ、それも嬉しいし、で彼らよくよく話をしてみると、いや自分たちもあのいずれその同じ課題を、この国として、向き合わないといけない時期が来るから、はい、その先駆けていってる、ところの活動を、学ばさせてほしいみたいなことを言ってくれるの、うん、いやこいつはすげえなと思って、うんうん、課題先進国に学びたいと、そうやね、うんうん、まあ、そこをそういうふうに理解して、学ぼうとしてるのがすごいし、だからそれはなんていうかな、やっぱり自分たちの国のことをしっかり考えてるっていうことだしね、そうですね、うんうん、自分ごと感がすごいですね、すごい、うんうん、でその
もう一方でね、アリババじゃなくて、清華大学の、そういう、食に関する、フードロスとか、はい、食の支援をしているなんか学会があって、うん、そこにも呼ばれて同じように行ったのね。でそこではそのローカルな、コミュニティの中でそういう社会問題をどうやって解決するかっていうことを、うん、話してほしいっていうことで行って、でまあグローバルにどうのこうのって話じゃなくて、まあ日本でこういうことが起こってて、日本の、うん、地域のお寺がそこを広報支援する、活動なんですって言ったら、すごい そこはそこでね、反応してくれたし、うんうん、そのグローバルな時代だっていうことじゃなくて、その地域でどうやって社会問題解決するかみたいな視点でも話をしていて、はいはいはい、なんていうかな、本当に いろんなことをしっかり考えてる人たちがいるっていうのが、うん、でそれを真正面から受け止めて、うんうん、そうそう、ちゃんと咀嚼して、うんうん、行動につなげられる人たちがそこにいる、ね、しっかり学んで、もうそれをすぐ行動に移そう、うんうん、なんていうかな、昔のイメージだと、中国ってその、世界の工場でいろんなものを模倣品でどんどん作ってて、そのコピーの速さとかと、うんうん、いうことだったんだけど、今もそんなこと全然なくて、彼らが、自分たちが発信していくっていうことを、やろうとして、その力もそういう、ね、ことを見てると思うし、なんかそういう価値観を本当にアップデートしないとやばいなと思うね。本当ですね、うん、いやちょっと今日は松島さんと話して、うん、なんか自分の感覚もまた最近ちょっとぼんやりしてたんで。あ、本当ですか。やっぱコロナでね、こうこもってると、うんうんうん、ちょっと周りが見えなくなるようなところもあるじゃないですか、うんうん、はい、良かったです。まあけど松本さんはね、本当に世界を、いや、まあど、まあ、なんとなくね、意識はしますけど、うん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 、そうですね。いや、ありがとうございます、はいはい、じゃあ今日はこの辺で、はい、ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ、いってらっしゃい。おはようございます。福島県猪苗代町、寿徳寺より、ご栄華のお務めをお送りいたします。はじめに、仏様とのご縁、誓いを新たにいたします。お経を唱えした後に、武山流大志向を代表いたします。総本山長谷寺和山をお唱えいたします。ご栄華は巡礼華として始まったものです。本日は武山流大志向を代表いたします。総本山長谷寺和山をお唱えいたします。巡礼が叶わない。お寺巡りがなかなか叶わない毎日ではありますが、巡礼をしているようなお気持ちでご一緒にご参列お務めいただければと思います。
ご心情一つ、受けがたき人心を受け、愛がたき如来の教えにちぐうせし、因縁を感謝し、父母祖先の恩を奉然。一つ、三世因果の理法を信じ、上愚菩提下家衆生の同念に従し、仏性を開見せん。一つ、即時二心の理を信じ、真悔三号の収容を怠ることなく、即身成仏の成果を期せん。馬借諸蔵諸悪号、海遊無視頓陣地、重心を意思諸生、一切が今解散へ。弟子無功人未来祭、消え仏消え法消え僧、弟子無功人未来祭、消え仏消え法消え僧、弟子無功人未来祭、消え仏消え法消え僧、弟子無功人未来祭、消え仏教消え法教消え僧教、弟子無功人未来祭、消え仏教消え法教消え僧教、弟子無功人未来祭、消え仏教消え法教消え僧教、弟子無功人未来祭、摂生不中等不邪淫不妄語不器語不悪不良舌不謙遁不審に不邪見、弟子無功人未来祭、摂生不中等不邪淫不妄語不器語不悪不良舌不謙遁不審に不邪見、弟子無功人未来祭、摂生不中等不邪淫不妄語不器語不悪不良舌不謙遁不審に不邪見、陰謀自知多菩提波羅蘭闇、陰謀自知多菩提波羅蘭闇、陰謀自知多菩提波羅蘭闇、オンサンマヤサトーバン、オンサンマヤサトーバン、オンサンマヤサトーバン、般若心経三王の門、そもそもまか般若波羅蜜多心経と申し立てまつるは、八万四千の心経般若仏物大心心音三魔寺訪問なり、このゆえに修祖大師も授事工具すれば、すなわちバック与楽し、修住しゆいすれば、すなわち得道気づすと述べたまえるところなり、されば我らこの因縁を喜び、指針に独受し、真受し、立てまつるべし、無常人人未明法百千万王南宗愚我今見聞得十字願下如来真実に、仏説摩訶般若波羅蜜多心経漢字財宝作行人般若波羅蜜多自称見王雲海空洞一切空役者利子式不意空空不意式式即税空空即税式十創業式薬部尿税者利子税商法空相不商不滅不空不上不増不減税航空住無式無住創業式無限に微絶心に無式証拠未速法無限界内し無意識界無無明薬無無明人内し無老子
薬無老死人無苦十滅道無知薬無得意無生特攻菩提薩多恵般若波羅蜜多法身無形下無形下公無空不空に一切天道無素苦行涅槃三世諸仏へ般若波羅蜜多高徳阿耨多羅三藐三菩提高智般若波羅蜜多是大人衆是大名衆是無常衆是無等等衆の上一切苦心十不苦法説般若波羅蜜多収束摂取圧ギャーテギャーテ波羅ギャーテ波羅僧ギャーテ傍事粗悪般若心経オンアボキャベロシャノマカボダラマニハンドマジンバラハラバリタヤウンオンアボキャベロシャノマカボダラマニハンドマジンバラハラバリタヤウンオンアボキャベロシャノマカボダラマニハンドマジンバラハラバリタヤウンナム大師遍照金剛ナム大師遍照金剛ナム大師遍照金剛ナム工業大師ナム工業大師ナム工業大師ナム千女僧正ナム千女僧正ナム千女僧正岩西苦毒不牛を一切加藤予習上海具上仏道唱えたてまつる総本山長谷寺ご阿三人奇妙
豊かな姿は、真言武三の御本尊。お務めありがとうございました。皆様にとって健やかで穏やかな一日でありますように。このポッドキャストはノートマガジン松本昇恵の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。